はい、こんにちは。久しぶりの動画なような気がしています。今日はですね、もうタイトルにも書いてあるので、もうネタバレ感が否めませんが、後ろにも映っております。テスラのモデル3をオーダーしましたというお話をしていきたいと思います。で、まあ突然こいつは何や車を買いやがったとは、ね、ガジェットチャンネルで何を言うとんねんって話なんですけど、まあそのあたりも含めてですね、まあ私は今このテスラモデル3オーダーして、納車を待っている状態です。まあなので、まあ今このタイミングでですね、まだ手元に車がない状態で、まあテスラモデル3期待することという、テーマでちょっとお話をしていこうと思います。で、まあ車のね、お話となると、結構その人のまあ居住環境だったり、まあ生活スタイルだったり、まあその何を求めているのかっていうところでですね、かなりこう前提条件をいろいろ喋ってからじゃないと、多分その車両本体についてお話ししてもなかなかこう理解を得られないと思うんですね。なんで今回の動画はちょっと長ったらしいお話になるかもしれませんが、ご了承ください。 1.5 倍速とかでもいいので、興味ある方はラジオ感覚で聞いていただければいいなと思います。今一応iPad の画面をこの後ろに映してるんですけど、まあ、画面を使う予定はほぼありませんのでご了承ください。はい。というわけで早速始めていきたいと思います。まずですね、ちょっと今回車を導入するにあたっての前提条件からお話ししていきます。まずですね、私は今まで車を所有したことがありません。というか免許も割と最近取りました。というか、まあ、テスラが欲しかったから免許を取りに行きました、去年。っていうような状況でございます。で、まあ、使用用途としましては、まあ、直近ではもう普通の日常用途ですね。まあ、日頃の移動とか、まあ、普通に出かけるとか、レジャー行くみたいな、ぐらいの用途です。で、一応今、勤めている会社が、車通勤できる場所なので、まあ、会社の駐車場の空き枠が、確保でき次第、車通勤にも使いたいなというふうに、考えております。はい、というようなまあ環境での運用を想定しております。というわけで、早速ですね、まあ、なんでこう世の中に数あるいろんな車の中から、このテスラモデル3にたどり着いたのかというお話をしていきたいと思います。はい、ちょっと気分転換に画面を変えておきましょうね。はい、というわけで、まずテスラにたどり着いたいきさつなんですけども、まあ、私はですね、まあ、この YouTube チャンネルでも発信している通り、まあ、アップル製品を中心とした、まあ、ガジェット全般が、好きで、まあ、そのガジェットを用いて、まあ、こうね、生活を効率的にしたりとか、まあ、こう楽したりとか、こうね、ワクワクする体験、テクノロジーの発展っていうのを追いかけるのが、まあ、好きです。で、まあ、この趣味嗜好に最も即した乗り物っていうのは、テスラなんじゃないかなというふうに考えました。まあ、大まかに言うと、こういうことです。今世の中に存在する車という乗り物の中で最もテックらしいテクノロジーを感じて最もガジェットっぽいで、なんか最もアップル製品と親和性がありそうなデザインをしているっていうところでこのテスラにたどり着きました。で、まあモデル3の車種になったいきさつとしては、まあモデル Y だと会社の駐車場に入らないからです。それだけですね、ほぼほぼ逆に会員車の駐車場に入るのであれば、モデル Y とかの方が荷物もたくさん積めますし、僕はロードバイクもやってるので、まあ、輪行で持っていくときとかも、知り合いの自転車も2台ぐらい余裕で積めますし、絶対そっちの方がいいんですけど、まあまあ、会社の駐車場に入らないですし、まあ、初めて所有する車なんで、なんかそれで幅が1900超えてるっていうのはね、ちょっと、ドキドキしちゃうので、まあ、モデル3と。まあ、航続距離が長いとか、まあ、そういうところもまあ多少はありますけどね。はい、でですね、まあ、そういったところでまあ電気自動車にたどり着きましたというわけなんですけども、まあ、ちょっとですね、掘り下げてお話をしておこうかなというふうに思います。この辺の画像が分かりやすいんですかね。はい、まあ、テスラといえば、まあ、電気自動車っていうイメージを持たれる方も多いと思いますし、それと同時にまあ自動運転がまあ得意な会社、発展してる会社っていうイメージ持たれてる方も多いと思います。でまあ、私もここのまあ自動運転というところにはまあ非常に興味がありまして、まあ、日本ではですね、もう多分法の認可が下りないので、まあ、当分の間は運転支援という形で、まあ、機能が提供されることにはなると思いますけど、まあ、その、まあ、実家の車とかにもね、
自動運転というか運転支援の機能はついているので、まあ、こう車を借りた時に使うことはちょこちょこあるんですけど、やっぱりこうテスラの自動運転っていうのは起動させるトリガーがめちゃくちゃ簡単なんですよね。まあ私もすごいいろんな車種を乗ったりとか調べたわけじゃないんで、ちょっとねこう知見が偏ってるところもあるとは思うんですけど、まあ、大体ボタン 2,3 回押さないとダメなんですよ。 2,3 回押してまずクルコンが入って、もう1回押してレーンキープが入るみたいな挙動が結構多いんじゃないかなっていうふうに、今のところ思ってます。それに対してテスラの場合は、まあ、レバーを1回ピッと押せば、クルーズコントロールがオンになり、まあ、2回ダブルクリックすれば、ハンドルも含めた運転支援が全て有効になるというところですね。で、まあ、ここ以外にもですね、まあ、そもそもその、まあ、テスラ自体が、まあ、なんかその車を作ってる会社ではあるんですけど、まあ、やっぱりその根底がテック企業、ガジェットの延長みたいな感じで、まあ、UI、UX を設計してくれているので、まあ、ガジェットジャンキーな僕にとっては、まあ、結構その刺さるものがあるというか、まあ、UI、UX が非常にこう合理的、効率的に洗練されているなという印象を持ちました。で、まあ、そういうところでですね、まあ、その今世の中に存在する車の中で最も UI、UX が、まあ、自分の趣味と合っていて、かつまあデザインだったり、まあ、その UI、UX っていうところでいくと、まあ、テスラの内装がこんな感じなんですけど、まあ、僕はこれよりシンプルな車を見たことがないです。おそらく今後もこれを超えるシンプルな車っていうのはそう簡単には出てこないと思ってます。で、まあ、アップル製品が好きというところもあり、シンプルなものは、基本的に好きなので、まあ、この唯一無二のデザインっていうのを見たときに、これはテスラ以外では、おそらく達成できないミニマリズムだなというふうに感じて、まあ、惹かれていったというような感じですね。まあ、車の性能とか、まあ、見た目とか、まあ、趣味嗜好というところに関しては、まあ、こんぐらいにしておきましょう。まあ、どうせ今後もまた話すことはあると思うので、まあ、その時にでもね、ネタを残しておきたいと思います。はい。で、まあ、ガソリン車ももちろん、まあ、選択肢には入ってくるとは思います。まあ、なんでわざわざ電気にしたんだっていう。まあ、これに関してはですね、私はこのデザインがあれば、別にテスラ車が仮にガソリン車だったとしても選んでいたとは思うんですけど、まあ、それはね、一旦もう置いておいて、と、まあ、EV、バッテリー EV。で、私は今、マンション住まいなので、家に充電器はありません。なんで、外の、まあ、チャデモだったり、スーパーチャージャーで充電をすることになります。で、まあ、そういう、まあ、ガソリン車と比べたら、あれ不便なんじゃないって思われる、まあ、環境に一応身を置いてるわけですけど、まあ、そんな状態でもバッテリー EV が運用できるんじゃないかって思った理由について、ちょっとお話をしていきたいというふうに思います。まあ、一番の要因としては、家から15分ぐらいでスーパーチャージャーに行けるっていうところと、将来的に車通勤が可能になった場合、通勤経路にスーパーチャージャーが2箇所あるっていうところが、まあ、一番の理由です、まあ、本当にもうこれだけなんですよね。本当に、まあ、チャデモの充電器ももちろんもっと近いところにありますけど、まあ、やっぱりそこには他社の EV 車もたくさん来ますよね。まあ、リーフだったり、なんかあと PHEV とかも来れるので、アウトランダーだったりプリウスだったり、まあその他もろもろですよね。まあでもスーパーチャージャーであればテスラ車しか来ないので、まあ、そもそもその充電渋滞の確率は下がっていきますよね。まあ今日本でテスラ増えすぎてるからそれはどうなんやって話はまああると思いますけど、まあそれは一旦置いておいてもらって、まあチャデモの充電器ってなると、まあ大体1箇所にまあ 2,3 台多くて4台みたいな感じだと思うんですよ。多分大黒とかにあるあの吊り下げ式の充電器も多分そんぐらいだったような気がしますね。4台5台とかで、まあそれに対してテスラは、まあもちろん場所にもよるんですけど、まあ最低でも4台ぐらい、多ければ6台8台とか、まあ、置いてあるので、まあ、他の充電スポットに比べると、まあ、テスラ車しか来れない、かつ同時に充電できる台数も多いっていうところで、まあ、充電環境としてかなり優位性があるというふうに考えています。なので、あのスーパーチャージャー運用というやつで、一応運用しようかなという想定で購入に至りました。で、まあ、あとはそのガソリン車じゃなくて、わざわざそのまあエネルギー補給が若干不便な EV を選んだっていうところに関しては、まあ、EV じゃないと受けられない恩恵っていうところにも私は価値を感じたので、選択しました。まあ、具体的にどんな恩恵かと言いますと、
簡単に言うとアイドリングストップっていう概念がないので、いつ何時でも止まっていようが、まあ、エアコンとか電装を使い放題なんですよね。なんで車中泊する時とかにも、まあ、夜中中ずっとエアコンをつけていられますし、まあ、なんかこうコンビニとかで友達待ってるとかっていう時も、まあエンジンかかってるって言ったらちょっとあれですけど、まあ電源をずっとオンの状態で、まあ、過ごせますし、まああと何より、まあこれはですねガソリン車でも遠隔でエアコンつけたりとかあるとは思うんですけど、まあそれでもやっぱり周りを気にせずにそういった機能が使える、まあ排ガスとか騒音とか振動とか、まあそういったことを一切気にせずに、まあ、車の装備を思う存分使えるっていうところに非常に価値を感じました。でまあ、これをさらに具体的にどんなシーンで使っていくかというと、まあ、車中泊っていうシーンはまあ一番わかりやすいと思います。まあ、あとは移動式のコワーキングスペースとしての考え方ですね。まあ、例えばちょっと景色のいい駐車場とかに行って、まあ、そこでいい景色を眺めながら、まあ、車の中に机、作業用のなんか板みたいなやつ置いて、まあ、MacBook 持ち込んで作業するとか、まあ、その自由なロケーションで作業できる自分専用の移動式コワーキングルームみたい なんかそういう使い方をされている方をツイッターで見て、これはすごく面白そうと、もう自分だけのプライベート空間でかつ開放感もすごくあって、止まってるのにエアコンも使い放題で電装系も使えて、でしかもテスラのオーディオって比較的同価格帯の車と比べて音がいいって言われてるんですね。なんで、まあその音質ジャンキーな私にとっても、まあ、比較的こう優れた音質でこう BGM を流しながら、車内で長時間過ごせる。っていうところに、まあすごい価値を感じました。ね、家のデスクこんだけやっといて、お前は車の中で MacBook 一台で作業すんのかっていう突っ込まれそうな感じもしますけど、まあでもね、カフェで作業したいっていう人もいるじゃないですか、気分転換で。だその感覚ですね。僕はなんかカフェとかで作業するのが苦手なので、するとしても図書館とか静かな方がいいんですよね。まあ、あとはこう気兼ねなくこうなんかいい感じの BGM 流せるとか。まあ、なんかそういう本当にこう贅沢なコワーキングスペースとしての価値ですよね。まあ、本当に、まあ、納車されたら、まあ、家帰ってくるじゃないですか、平日。別に家に帰らずにテスラに帰ってちょっとなんか小一時間作業してから家帰るとかでも全然いいと思うんですよね。別にそれはどっかに移動しなくったとしても、外からもう予約暖房とか入れといてぬくぬくのテスラの車内に帰って1時間ぐらいちょっと作業して帰るみたいな、まあ、家の駐車場だったとしてももう全然騒音とかないんで、もう気兼ねなくエアコンもつけられますし、でやっぱりその先ほどのこのミニマルなインテリアっていうところも相まって余計なものがないんで、まあ、集中しやすい環境なんじゃないかなみたいなこともね、ちょっと妄想してみたりとか、まあまあいろいろ活用できるところはあるんじゃないかなっていう期待があって、まあ、EV のメリットあるよねっていう結論に至りました。はい。仕様を言ってなかったですね。はい。というわけでですね、もう動画も15分ぐらいなってきたので、ちょっとまとめに入っていきたいと思います。と、まあ、まだ言ってなかったですね。私がオーダーしたモデル3の構成についてお話をしていきたいと思います。と、私はですね、ちょっとオーダーしてから、まあ、いろいろあり、まあ、いろいろ変更しています。なんでちょっとね、時系列に沿って説明していきたいと思います。とまずテスラというのはですね、まあネットでポチる車です。ショールームに行ってこれ買いますって言っても、じゃあそこの目の前にある iMac からポチってねって言われる会社です。で、私は最初ですね、モデル 3RWD、まあ、一番リーズナブルのグレードですね、高輪駆動の、に、白内装。シートが白と黒で選べるんですけど、まあ、白いガジェットが好きな私としては、もうここは白一択っていう、もう昔から思ってたんで、まあ、白にしました。っていう仕様でオーダーをしたんですけども、私がオーダーした数ヶ月後ですね、に、エンハンスドオートパイロットという、まあ、DLC みたいなものが、公開されました。でまあ、いわゆるそのテスラの自動運転支援関連の機能をより拡張してくれるオプションですね。まあ、ただこれは何かハードウェアを新たにつけるっていうわけではなくて、まあ、ソフトウェア的に、そのブロックされている機能を解放するっていう、まあ、本当に DLC です。なんで、まあ、それをつけようかなと思ったんですよ。っていうところで、まあ、大体
それで年末ぐらいまで行ったわけですね。はい。でここで、私は一度、納車延期という手続きを取りました。でその理由について軽く触れておくと、EV にはですね補助金が、国から出ます。でそれも毎年予算があるので、まあ、予算がなくなり次第終了になるんですね。でちょうど私がオーダーして1回目あぼちぼち納車できますよ生産の目処が立ちましたよっていう連絡が来たタイミングで提示された納車予想時期がちょうどその予算が枯渇するんじゃないかって言われてる時期とかなり近かったんですね。で補助金もらえないのはちょっともったいないの でそんなに急いでもないのであであれば可能であれば納車延期もう一個次の生産の時に購入したいですという意思を伝えて納車延期という手続きを選びました。なので、まあ、このオーダーの待ち列順番待ちリストの一番後ろにこう並び直すみたいなイメージですね、まあ、それで一旦、年末を過ごしました。でその時に、まあ、大体それであれば、来年の年明け1月2月3月とかその辺の納車になるかもしれないですみたいな話で、まあ、終了しました。でですよ、あじゃあぼちぼち連絡が来るのかなと思っていた、1月の上旬ですね。まあこれはですねニュースにもなってたんでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、テスラ社がだいたい日本で70万円から80万円ほど、一斉に値下げされました。でテスラのですねこの価格決定のまあルールについて一応補足しておきますと、テスラはダイナミックプライスを採用しているのでいろんな事情により、日々価格が変わっていきます。日々っていうとちょっと言い過ぎですね。まあでもひどい時は2週間に1回とか変わってたんで本当に読めないですね。あのストアの人も分かんないって言ってたんで。で、まあ、購入のその価格の決め方としては、オーダーをしてから納車されるまでの期間の間の一番安い価格が適用されます。なので私はまだ納車されていないのでもちろん、その値下げの対象になります。なので、その瞬間、私の RWD は、なんか6、70万円ぐらい、安くなりました。でここでですよ私は考えたわけですね、まあ、エンハンストオートパイロットというのは、まあ、先ほども、説明した通りソフトウェアをアンロックするだけなので別に後からでも買えるわけです。後から買っても全く同じ機能が使えます。で、まあ、今回ですねその RWD 白内装をエンハンストオートパイロットありっていう予算でずっと想定したりしていたんですけどエンハンスドオートパイロットを一旦外すことによってロングレンジに行けるんですね。同じ予算で価格差100万円ぐらいあるんですけど、ただまあ7、80万円値段が下がってくれたおかげでエンハンスドオートパイロット足す値下げ分で、まあ、RWD と当初の RWD の購入予算でロングレンジに行けるっていうことが判明したので、ちょっとね、いろんな方の助言をちょっといただきながら、背中を押していただき、ロングレンジに変更いたしました。なので、実際に届く車両は、モデル3ロングレンジの、白内装です。はい。で、これでもう大丈夫だろうということで、変更して、で変更したも翌日には、車両番号が付与され、今絶賛書類送ったりどうのこうの保険だどうのっていう手続きをしている真っ最中でございます。というわけでですね、まあ、あとは本当に届くのを待つのみという状況になっているわけでございますけども、もちろんですねこの私の YouTube チャンネルにも今後テスラがたくさん出演してくることになると思います。まあ、それこそ撮影に行く Vlog だったり旅行 Vlog だったり、まあ、それこそなんかテスラ系のアクセサリーの紹介とか、まあ、逆に車内で撮影するなんてこともまあ増えてくるでしょうということでね、まあ私自身もそうですけど、まあ後々やってくるモデル3も引き続きよろしくお願いいたしますということと、まああとはそのチャンネルの方針ですよね。基本的にはまあ車とガジェットってまあ話した方がいいと思うんですよ。車チャンネルを別で持つべきだとは私は思うんですけど、テスラに関してはですね、私動画の冒頭でもお伝えした通り、ガジェット好きの最終終着点だと思っているので、あれはガジェットです。私の中でテスラはガジェットです。乗れるガジェット、走るガジェットです。バンムーフの車版みたいな感じですね。
だと思ってますので、チャンネルは分けずに引き続きこのガジェットルームチャンネルでテスラ関係の情報、ね、テスラ関係のまあネタアイテム、楽しんだかライフスタイルみたいなところも、変わらず動画を配信していく予定です。はい、逆にあのチャンネル分けとけやみたいな意見があればですね、ぜひあのコメントとかであの助言していただけると助かりますけども、一応ですねこのチャンネルは私のまあ趣味を全開に発信するっていうポリシーなので、まあ、テスラもガジェットという姿勢で、いきたいと思っています。はい、というわけでですね、もう20分ぐらい喋ってきましたので、そろそろ終わりたいなというふうに思います。というわけで今回は、テスラのモデル3をオーダーしました、でも手続きも進んでてもうじきやってくるかもしれませんというお話でした。はい、というわけでですね、私のチャンネルではですねこんな感じで、あのいつもはアップル製品を中心とした、まあ、ガジェットのレビューだったり開封だったり紹介だったり活用法だったり、まあ、そんなところをですね情報発信しているチャンネルです。近いうちにそこの仲間にテスラも加わります。まあ、アップルとかテスラとかテクノロジー好きな方はぜひですね高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日の動画はここまでになります。ありがとうございました。